はい、おはようございます。パーカーです。今日はね、日曜日なんで大学はないんですけど、テスト近づいてるんで、仕方なくね、テスト勉強ねしたいなと思います。仕方なくね、テスト勉強したいと思います。はい、もうそれじゃあね、早速始めていきたいんですけど、今日は今までずっとサボってたこの電気回路の基礎っていうのをね、もう本当に1日26時間くらいね、勉強しなくちゃいけないんで、やっていくんですけど、これよく見たらね、図書館マークがね、ついてるんですよ。まあ、それもそのはず、僕がね、こう、独自に借りてきたやつなんですけど、もともと、こう、教科書買わされてたんですけど、それがね、なんかあんま体質が合わなくて、もう言ってること意味不明だったんで、自分でね、分かりやすそうなやつ借りてきたんで、これでやります。それから最近ちょっと困ってるのが、最近というかコロナ以降ずっとなんですけど、大学の図書館がね、めっちゃ閉まるの早いんですよ。もうどこの大学もね、そうだと思うんですけど、なんか夕方ぐらいには閉まってるし、で土日とかね、もう一切やってないんで、もうがっかり図書館にね、なってるんで、一応幻滅中なんですけれども、それでですね、僕ちょっとゼミの先生に相談したんですよ。ちょっと勉強する場所が大学にあんまないんで、ちょっとなんか部屋をね、余ってる部屋あったらもらえませんかみたいなことを聞いたら、分かった、ちょっと考えとくねみたいなことを言ってもらえたんですけど、多分考えてないですね。めちゃくちゃ適当に流されたんで、ちょっとショックです。ちょっとね、今休憩がてらに、その朝ごはん買ってきました。これ多分めちゃくちゃ甘いやつなんで、まあね、糖分が取れていいかなと思ってます。5年ぶりくらいにこれ飲みます。はい、ここに来てですね、今日までの提出の課題があるんで、それ先にね、やっちゃおうかなと思うわけです。で、この先生ね、ネットで調べたら、なんか単位クラッシャーとかいうね、異名を持つぐらい単位取るのが難しい先生なんですよ。誰がつけたんだっていうような話なんですけれども、特徴を捉えてますね。あとね、ちょっと録画形式の授業で、今日までに見ないと消されちゃうやつがあるんで、それ見ます。動画見るだけなんで楽なんですけど、ただね、その動画の節々で、なんか今日の課題はこれですみたいなのを急に提示してくるんですよ。どこで来るかわからんから、結局ね、全部見ないといけないっていうのがちょっとめんどくさいですね。なんか YouTube とかでもありますよね。なんかこうサムネイルバーンって出しといて、なんかめっちゃ長い動画で、なんかどこ見ればいいか分からず、結局全部見なあかんっていう、そういう感じ。全然違うかもしれないけど。ちょっとだるいのはだるいんですけど、まあ毎週のことなんで、もう慣れました。なんやかんやね、10時間ぐらい経ったんで、ちょっと晩飯ね、食います。で、スーパーにね、いい感じのハマチが売られてたんで、購入してきました。まあこれをね、普通のお刺身としてね、食べるんじゃなくて、うどんの上にぶっかけて食うっていうね、さらにちょっとベターなね、料理を作ってしまいました。で、これにね、さらにすだちを絞るっていう、すだちかかぼすかなんか忘れたけど、これね、美味しいかどうかわかんないけど、見た目的には美味しそうなんで、ね、夏暑いから最近、このね、さっぱりしたもん食いたいなと思って、ひらめいたわけです。ちなみに味はね、めっちゃうまかったです。なんか丸亀製麺に命狙われるんじゃないかってくらいのレベルでした。いやー、ちょっとついにですね、時刻がこれ0時17分にね、なってしまいました。もう一日が終わっちゃったわけなんですけど、ちょっと予想以上にね、進んでないです。今日ね、なんかこう100ぐらい進みたいなと思ってたとしたら、なんかまだ30ぐらいしかできてないんですよ。非常にちょっと狙い通りと逆バージョンというか、こうなったらね、ちょっと残されてる手は、まだ寝ずにどんどんやっていくっていうことしかないですよね。幸いにも今日起きんの遅かったから、もうちょっとね、やろうかなというふうに思ってます。とりあえずね、お風呂入ってもういつでもね、寝れる状態になったんで、最後ね、なんかタイムラプス動画みたいになってますけど、できるとこまで、ね、何とか進めて終わりたいと思います。それではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。